で検討のポイントといたしまして、まずあでございますが、指針に基づく検診の対象者に変更の必要があるかということでございまして、これは放射線業務従事者には一般検診と電離検診が義務付けられている上でですね、その上乗せとして緊急被曝線量50ミリシーベルト超で目の検査、それから緊急被曝線量100ミリシーベルト超でがん検診、甲状検査、甲状腺の検査が追加されてございます。この対象について、ご意見があればと。いいでございますが、現行の指針のがん検診につきまして、先ほどの議論ございますが、検査項目の追加、あるいは不必要の検査項目はないかと、それからの現行の肥がんの検査項目につきまして、追加の必要、不必要という項目はないかということでございます。それからメンタルヘルスの関係もございましたので、ストレスチェックをどのように運用するのかというところでございます。これにつきましては、安易法に基づくストレスチェック制度に関する検討会の報告書で、2つの方法が、対応方法が検討されておりまして、1つは労働者個人に対してストレスチェックを実施して、結果を本人にフィードバックして、高ストレス者に面接指導を行うというやり方、いわゆる個人対応と、労働者個人の結果を集団的に分析して、職場環境改善に生かす集団的対応があるということでございます。で続きまして、27ページでございます。緊急作業従事期間中の健康管理の在り方ということでございます。でこちらにつきましては、前回のコメントといたしましては、健康診断の実施は人手を要するため、頻度の検討にあたっては、緊急作業との実施との兼ね合いが必要ではないかということでございます。でこれにつきましては、若干振り返りということで、どういう議論があったかというところで、若干、説明させていきますと、参考の23でございますが、前川委員の提出資料の中の、参考の25ですね、すみません、参考の25ページで3の、急性放射線障害に関する検査に関する医学的指針ということで、血液検査等々のものが25ページから26ページについて、列記されてございます。でこれと参考の28ページでございますけれども、その他皮膚障害等に影響する関係の資料が出たということでございます。それから参考22でございますけれども、これが福島第一原発の事故の時に行われた臨時健康診断の項目と頻度ということでございます。これを踏まえた上で、27ページに戻っていただきますと、検討のポイントといたしましては、緊急作業期間中の検査の項目として、放射線被曝による緊急性の障害を把握するために必要な検査項目は何か、それから検査の頻度をどのように定めるかと。あるいは定め方についてですね、作業内容、被曝線量に応じて検査項目や頻度を変更する必要があるかないかということでございます。でもう一つの論点といたしましては、緊急作業を長期化した場合の健康管理ということでございまして、これは当然睡眠であるとか食欲とか疲労の蓄積、熱中症等を把握するということになりますが、そういった検査項目をどうするのかと、この場合の検査の頻度をどのようにするかということでございます。で続きまして、3つ目の検討項目でございます。これは緊急作業中の原子力施設の医療体制の確保の在り方ということでございます。でこれにつきましては、前回のコメントといたしまして、防災基本計画等では、医療というところで、特化されておりますけれども、労働衛生管理、要するに予防という観点がないので、そういったことについてもきちんとやるべきであるというご意見が出てございます。でこれの検討のポイントにつきましては、別途ですね、事業者と、救命救急の専門家の方からヒアリングを行っておりまして、その取りまとめ結果をですね、次回の検討会でお示しする予定にしてございます。検討のポイントといたしましては5点ございまして、各原子力施設での緊急事態の準備状況、それから緊急時に原発内に派遣される人材要請の在り方、それから原発内外の患者の搬送の連携を強化するための協議組織の在り方、それから労災被災者の搬送訓練の在り方、それから現在、東電福島第一原発を対象に活動する医師の派遣を行っておりますネットワークの永続性の確保と、他の原発への対象拡大の運営の方法の在り方と、この5点について現在、ヒアリングで検討を行っているというところでございます。説明は以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは、論点の1からですね、順番に、ご意見をいただいていきたいと思います。論点1の検討ポイントは、指針に基づく検診についてと、あとは大きく分けるとストレスチェックという形になりますので、まず先に、指針に基づく検診について、
現行を変更する必要があるか、さらに個別項目としては、がん検診、肥がんの検査項目についてどうあるべきかということについてでございます。これについてご意見があれば、ぜひお願いいたしたいと思います。いかがでしょうか。まあ、このままでも現行のままでもいいという意見でも結構であります。特にじゃあ祖父江委員ぜひお願いいたします。まあ、そのがん検診ですね、はい、被爆線量100ミリ以上 で、まあ、それが適当かどうかちょっと分かりませんけども、現行のがん検診が、まあ、具体的には胃がんに対してレントゲンですね、大腸がんに関しては便潜血検査で、肺がんに関しては胸のレントゲン胸部単純ですけども、ちょっと項目としてはですね古くなってきていてですね、各、まあ、胃がんに関してはやはり内視鏡、それから、まあ、大腸がんに関しては便潜血検査もいいですけれども、まあ、何年かに1回 その内視鏡による検査、それから、肺に関しては、まあ、胸部 CTという、まあ、ちょっと濃度の高いですね検査というのも考慮すべきじゃないかなと思います。で、まあ、がん検診早期発見を、まあ、目的としていますけれども、それだけじゃなくて、そのがんに関して言うと、もっと予防ということも念頭において考えた方が良いと思います。で、まあ、それも具体的に言うと、胃がんに関してはピロリ菌の除菌とかですね、まあ、肝炎ウイルスをチェックをして、C 型肝炎 その駆除をするですとか、あるいは、まあ、大腸がんの内視鏡を通じてですね、ポリペクトミをすると、まあ、大腸がんの罹患が減少できるということもありますし、それから、まあ、肺に関してはやはりその禁煙ですね、禁煙治療を、まあ、積極的に行うというようなことも想定したような中身を盛り込んではどうかなというふうに思いますけれども。はい、ありがとうございました。卵種の問題というより、それをどう取り扱うかとか、どういう検査をやるかとかという中身の話についてのご意見でした。じゃあお願いします。祖父江に質問なんですが、がん検診については私はあまり知らないものですから教えていただきたいんですけど、がん検診、ただやればいいということではなくて、おそらく有効性が確認されているがん、まあ、この場合、ここでは放射線の影響が確認されてて、さらにがん検診の有効性が確認されているがんについて検討すべきだと思うんですが、今の言われた胃がん、それから大腸がん、肺がんは、これは有効性確認されていると思うんですが、ほかに何かあればですね、考慮していいんじゃないかというふうに思いますが、どうでしょう。そうですね、一般の人に推奨されているがん検診で、まあ、男性でということになると今の部位がまあ主なところだと思います、まあ、女性はまたありますけども、で有効性とともに懸念考慮すべきは、まあ、検診をやれば必ずその不利益の点があります。で、精密な検査をすればやはり過剰診断の問題が出てきますので、まあ、そこのバランスは常に考えて提供すべきだと思います、まあ、ただこの今言った、胃の内視鏡、大腸内視鏡、あるいは胸部 CT に関してはそのバランスを考えても、まあ、かなり推奨できるレベルに今あると思います。で、胃の内視鏡に関しては最近研究班の方でも、推奨グレードを B に変えていますし、まだ変えてないかな、そういうドラフ案を出していますし、それから、まあ、内視鏡、大腸内視鏡胸部 CT に関しては諸外国では推奨をしているという点もありますので、まあまあ、その点を考えるとそれほどバランス悪くはないとは思います。よろしいですか。他にいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。今の胃がん検診の項目につきましては、胃の X 線透視検査または胃内視鏡検査というのが大臣指針に定まってございますので、胃の内視鏡はすでにもう取り入れているところでございます。ただ肺がんにつきましては胸部 X 線検査および核単細胞診、
そして大腸がん検診が便潜血検査となっているところでございまして、あの肺の CT ですとか大腸内視鏡は入っていないところでございますが、こちらちょうど今健康局の方でがん検診の検討会が進められていると思いますが、そのあたり対策型検診としてあの推奨できるものかどうかという検討がされていると伺っています。そのあたりは祖父江先生やはり一般の方に関してよりは若干リスクが高いという想定で、まあ、それよりはちょっと上乗せという意味で の発言です。対策型検診としてはあの大腸内視鏡とかですね、胸部 CT はまだ推奨できないレベルだと思います。もう一点、あの今予防対策の話、まあ、他の方よりリスクが高くなればその分その放射線に直接関係ない行動であっても予防していこうという趣旨だと思うんですけど、それをやるっていうのは検診としてやるのか、検診の事後措置をやっぱりやっていきましょうみたいな提案なのか、どういう趣旨で捉えてるんでしょうか。まあ、ピロリ菌ですとやっぱりその、検査するということになりますね。で、まあ、肝炎ウイルスなんかもすでに皆さん受けてるかもしれませんが、まあ、それも検査をするということになりますね。ですから、まあ、病気を発見するという意味じゃなくて、そのリスクを評価するという意味での検査を加えるという。禁煙になると、まあ、指導ですもんね。ただまあ、うん、そうですねまあその辺ちょっと、検診だけでいいかどうかっていう話が、あの、まあ、当然検診っていうのは事務所してあれて初めて検診って意味があるので、まあ、そのあたりを少しやっぱりあの何らかの形で強化しないといけないということだと思います。他にいかがでしょうか。はい、ピロリとあの肝炎ウイルスの検査ですけれども、これは当然毎年行うという想定ではなく、あの1回だけやればいいということですか。はい、小玉議員。あの今禁煙し、ごめんなさい、指導の話が出ましたが、あの禁煙指導のことをちょっと触れてみたいんです。というのが、あの私どもの、まあ、最近あのこの 2,3 年の結果、あの報告の結果ではないんですが、数年前に肺がんにおいてはですね、放射線と喫煙とがこれがあの総括的じゃなくて、もうちょっとというか、あのなんて言うんでしょう、交互作用というか、英語で言うとジョイントエフェクトがあるんです。ですから、あの放射線被曝と喫煙というのが合わさるとですね、リスクはより高まりますから、あのぜひあの喫煙に関してはですね、指導を徹底していただけたらというふうに思います。はい、ありがとうございました。それはあの、まあ、保健指導という形で、まあ、あの検診会場で保健指導するとか、そういうイメージなのでしょうか。要はあの、禁煙外来に通うとか、そういうところまで踏み込むのか。あ、ですから、まあ、それはある意味段階を経てやるべきだと思います。で、あのもちろん検診の会場で、まあ非常に短いそういうその、なんですかね、アドバイスをするということから始めて、で禁煙 その準備ができている人については積極的に禁煙治療の方に回っていただくというような、まあ、なんかこうもうちょっとシステマティックなプログラムというような感じですね。そういうものがあの考えられたらいいのかなと思いますけども。はい、他にいかがでしょうか。検診に項目に関しまして、肥がん項目も含めて何かございましたらお願いします。じゃあ特に、まあ、ちょっと順番に進めていきたいんですけど、じゃあ次にですね、あのストレスチェックについて、これ、はい、肥がんの項目であのちょっとあの腎臓疾患の話があったんですが、これはまあ、確かにトピックとして放射線と腎疾患というのが上がっていますが、まあ、特にそれが因果関係を持ってリスクが上がるというわけではないとは思いますけれども、まあ、一般の検診の中に含まれているものに加えて、まあ、あの簡便な検査について言えば腎機能検査に関わるものを加えてもいいのではないかなと思いますけれども。今は尿タンパクは入っていると思うんですけど、それだけではちょっと足りないという趣旨で、クリアチニン、まあ、クリアチニンぐらいを測るのはいいかなと思いますけど、はい、今のあのご発言ですけど、あの最近はあの CKD、 英語で言うとクロニックキドニーディジーズ、慢性腎疾患ですが、これの診断はあの血清のクリアチニンを測って、まあ、簡便法ですけどされています。でそういう意味であの、まあ、腎臓の働きを見るという意味ではクリアチニンを加えるというのは考慮していいのではないかと
というふうに思います。ただ先ほどお話にあったように、今そういう報告が出ましたけど、まだ放射線と慢性腎疾患との関係が確立されたわけではありませんので、その点は考慮する必要があると思います。他にいかがでしょうか。このあたりそういう、おそらくクレアチニン測定して EGFR 計算しましょうとか、なんか多分そのこまでの範囲以上はできないと思うんですけど、やるとしてもですね、よろしいですか。そういうことをできれば入れていった方がいいということです。それでは次、ストレスチェックについて何かご意見がございましたらお願いします。この論点としては、メンタルヘルス上の問題、アルコールを含めてメンタルヘルス上の問題がこの被爆者の中にはあると。で、今回法令改正でストレスチェックが入りますと。で、ストレスチェックに関しては個人のストレスそのものを測って面接指導する方法と、集団に対してアプローチする方法がありますということなので、個人について、どう対応するかというのと、集団についてという場合は、集団ってなかなか難しいんですけど、会社ごとならまだできるんですけど、それ以上だと難しいんですけど、それはどうこの、メンタルヘルス対策として入れていったらいいかという趣旨だと思いますけど、いかがでしょうか。子どもになんかこの領域は問題ありません、はい、申し訳ありません。でおそらくですね、ストレスチェックの場合、今回法改正では50人以上の事業場においては、義務になっているので、そういったところではもうやってその事業所単位の活用はされるということを前提にした場合に、50人未満の事業所においても当然努力義務にきっとなるでしょうから、それをより強く推奨するかどうかということと、あと大きな論点としては集団対応といったときに、個々の事業者ごとにやるので、例えば元方がいて、下請けがいたときに、バラバラでデータが存在する形になるわけですけども、それを元方単位、せめて元方単位ぐらいでちゃんと集計しましょうみたいな、でそれでアプローチしましょうみたいな、そういう、踏み込み方をするか、しないかってあたりが私が考えるなんか線あたりなのかなというふうに思うんですが、どうですかね。ストレスチェックは事業者の義務ですよね。それで労働者は必ずしも受けたくなければ受けなくてもいいというものなんですよね。でもこの場合に関してはですね、事業所がもうとにかく全員受けてくれっていう方向に持っていってほしいなと思います。やはりその職場の環境というのはすごく大事ですし、とても大事なことだと思いますので、今先生おっしゃったようにちょっと集団対応というのは難しいのかなとは思います。できるだけ個人レベルではまず全員できるだけやるようにしてほしいと。他にいかがでしょうか、ご意見。電力会社さん本体としてはおそらくそれちゃんと集団にされるんでしょうけど、実際の、今回の福島第一原発の中でも元方にどこまで責任をその下請けの働いている人に持たせるかというところが、通常の場面と違うので重要だと思うんですけど、かといって心の問題まで本当に踏み込めるかどうかっていうところをどう考えるかなんだと思うんですよ。ちょっとここについては元方について、どこまで個別でやるのか、元方について結構いろんなことを元方で今回もお願いをしてるっていう経緯もあるんだけど、そこまで踏み込むかどうかっていうのはちょっとこれは論点として議論していくっていうぐらいで、今回のところはよろしいでしょうか。それでは続きまして、緊急作業従事期間中の健康管理のあり方というところで、緊急作業中の検査項目、今回かなり細かく検診を細かいって何回もやるという形でやりました。それでおそらくまず、どんな項目が適当かということとか、頻度がどうなのかとか、項目頻度が定まったときにそれを一律対象で全員にするのか、例えば先ほどございましたように被爆が あった人だけとか、何らかの判断を与えた上で一部の人にやるのかとか、そのあたりがこの緊急作業中の検査についてのポイントかと思いますけど、この点についていかがでしょうか。案の方ですね、緊急作業期間中の検査項目についてです。
はい、あ、すみません、どうぞ。小池中志です。急性障害、例えばもし被曝があったかもしれないっていう時に、例えば1回血液の検査をしただけでは別にそれが低いのか高いのか実は分からないので、やはりこれを把握するためにはその人のバックグラウンドっていうんですかね、特に染色体でもバックグラウンドがないと低い線量は評価できませんので、まあ、ただ染色体のバックグラウンドをじゃあ取る必要があるかっていう議論は別にあるんですが、やはり急性障害を見るということであれば通常リンパ球の数がどれぐらいであるかとかいうことはやはり取っておかないと検査の意味が薄れてくるような気がします。それは緊急被曝に従事する方、最初の段階では そのデータを取っておこうというし、ということ、まあ、その方がもし被曝があった可能性があれば分かりやすいですね。もともとリンパ球が少ない方っていう方もいますので、まあ、もしそこまで狙うんであればそういうデータがあった方がまあベータだと思いますね。他にいかがでしょうか。すみません、先生確認です。今の話はあらかじめということですか。その作業に従事する前にという。まあ、そうですよ。まあもう皆さんも従事してしまっているので、ここはどう考えるかですね。今後急性障害が出るかということではなくて、今までの急性障害を狙うので見るというのであれば。その今の検査から見るのというのはかなり難しい分が多いと思いますよね。例えば1ヶ月ぐらいの頻度でやってその推移を見るというのじゃ遅いという感じですか。1ヶ月に1回もやればかなり僕は十分だと思います。それ以上の頻度でやる必要はないと思います。よろしいですか。じゃあ前川委員お願いします。先ほど来 の検診のことはですね、だいたいこのオンサイトでやることではなくてオフサイトで当然やられることだと思うんですが、ここで議論されるのは緊急産業、まあこの分けなきゃいけないんじゃないかなと思ったんですけど、この急性障害を把握するための検査項目となるとこれは非常に特殊な部分もあるし、ただ低線量被曝であればこれ一般の健康診断の時の内容とほとんど変わらないと思うので、その辺はやっぱりその検討のポイントの丸3になってしまってしまうんですけど、被曝線量に応じた検査項目が当然変わってくると思うんですね、はい、ですからこの議論がこの緊急作業期間中の検査項目というふうにひっくるめてありますけれども、まあその作業者がある程度の被曝をした場合と、つまりまあ急性障害を起こす可能性のある場合とそうでない場合とに分けた方があまり議論が交錯しなくていいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。前回はい、その場合に例えば急性障害の可能性があるという場合に付け加える項目としては例えばどういうものがありますでしょうか。例えばもうゴールドスタン、まあ、その線量評価のゴールドスタンダードであります染色体異常分析なんていうのはこれはもう必ずやらなきゃいけないことですけど、かといって全部の人に作業緊急作業者にやる必要はないわけなんです。ある程度以上の被曝があったと考えられる人には当然やるべきだろうと思いますし、ですのでちょっと緊急作業者全員に対象としてやる検査とすれば、まあ、一般の検診プラス、低線量の時でも変動があるかもしれない、例えばリンパ球数とか、ね、小血のリンパ球数とかですね、その程度はどうしてもやらなくちゃいけないでしょうけど、それ以上のことはやっぱりある程度以上の線量被曝のあった人になると思うんですね。よろしいですか。すみません、何度も質問してください。例えばある程度の線量というと大体どれぐらいの目安でしょうか。まあ、難しいですけど、まあ、リンパ球数に変動があるとすればそれこそ、まあ、400ミリシーベルト3400ミリシーベルトぐらいからはひょっとするとあるかもしれない、一過性の変化はあるということが言われておりますので、まあ、少なくともそれぐらい以上であればと考えますが、まあ、それから一過性の不妊ということも考えられますけど、そこまでやるかどうかは分かりませんが、一応リンパ球というのは比較的
どの医療機関においても実施可能な検査の一つですので、それはある程度以上の被曝をされた方には全員見ておいた方がいいんじゃないかと思います。先生、前回ご提出いただいた今回参考の25っていうページでですね、急性放射線障害に関する検査に関する医学的指針というところにずっと項目が並んでいて、で、血液検査で血球検査があって、性化学検査ってずっとあって、染色体異常分析というのがこう入っていると。で、血球検査ぐらいまでは ほとんど全て、まあ、一定の被曝からしたらやった方がいいけども、それ以上の障害そのものを見る検査は今言った一定の暴露というところを考えた方がいいって、そういう理解をよろしいと思います、ね。あと頻度っていうのはどうなんでしょうか。今回かなり1日目2日目何日目って細かくされてるんですか。当然まあ、ある程度以上、つまり1グレー以上になると思うんですけど、それぐらいの高線量被曝の場合にはやはり頻回にリンパ球数を見て、その減衰曲線から線量評価をするということも一つ の臨床的な線量評価の方法ですので、かなり4時間から8時間あるいは6時間という教科書もありますけれども、数日間はそれを見るということになりますけど、それはあくまでも、おそらく1グレー以上の吸収線量で、急性障害を疑っている人というふうに限定されると思います。ただそれ以下の場合はでもやっぱり変動する場合もあるし、一過性の変化が見られますので、6時間ないし12時間ごとに数日見ればもういいんではないかと思いますが、この点について他にいかがでしょうか。事務局の何かあと追加で聞いておきたいことってございますか。白血、まずリンパ球につきましては、白血球分隔というのはもともと特殊検診の項目に入ってますので、それをやるのは従来からやってますし、できるんだろうと思います。で、頻度の関係で、例えば300ミリとか400ミリの方についてはもう高い頻度ということになるんですが、それ以外の場合、先ほど赤石先生おっしゃった、例えば1ヶ月とかそういう頻度でいいのか、もっと高い頻度でやるべきなのかという、スクリーニングとしてですね、スクリーニングとしてどれぐらいの頻度でやるべきかというところなんですが、例えばですね、非常に高線量被曝の人でも、直後に取れば全然そんな下がってないんですね。ですからそれはやっぱり例えば JCO の人たちだって、一番高い線量被曝の人でも、3日目ぐらいでゼロになるわけですから、直後に取っただけでは、1回だけではちょっと何とも評価ができないのではないかと思いますが、そういう意味で、例えばバックグラウンドが分かっていればそれこそ下がり具合は分かるでしょうけど、少なくともたとえ最も感受性の放射線感受性の高い細胞といえ、すぐに死滅するわけではありませんので、体内のレザーボーから出てくるものがありますから、やっぱりそれから何回か見なくちゃいけないので、もしそういうことで線量追ってみるということであれば、やはり6時間ないし12時間ごとに2日ないし3日は見るべきではないかと思います。例えばもともと外部線量についてはですね、測定を行っておりますので、その非常に高い線量が浴びたかどうかっていうのは、原則把握できるという前提に立つとですね、そういう例えば2日か3日に1回測らなきゃいけないっていう人はもう限定していいということですかね。おそらくもしそういう個人線量計を持ってらっしゃって線量が高いっていうことになると、当然医療機関に搬送されますよね。外部被曝ですからね、高い被曝、線量限度を超えた場合はそういう話になってきますが、ではそこでの話ですので、ですからここでの議論がどこで何を実施するかっていう議論になってくると思うんで、一応
被爆限度、まあ、被爆限度はまあ一時的に250に上がった時期もございますけれども、まあ、例えば250とか上がっている中で、まあ、その、 あの範囲内でコントロールできていることを前提にしたスクリーニングをとりあえず今はご議論させていただいています。あの別の論点3の方はですね、まあ、そうじゃない場合も含めてもちろん考えるわけですが、ここはあのコントロールできているのを前提にしてご議論をいただいているということです。よろしいですか。今の最後あの事務局から質問があったあの被爆のない方は1ヶ月ぐらいでいいですかという話について多分まだ意見が聞けないと思うんです。先生は1ヶ月っておっしゃってたので、まあ、そういうことかなと思ったんですが、何かあればそんなに頻繁にやる意味はないと思うんですね。わかりました。じゃあ続いてですね、その E の方ですね、緊急作業が長期化した場合の健康管理に必要な項目ということで、まあ、ここではあの睡眠、食欲、疲労の蓄積、熱中症等というのが挙がってますけど、まあ、これはおそらくこうどっちかというと問診、診察的なあの対応ということだと思いますが、これについてはいかがでしょうか。もしその1ヶ月単位でその被爆がそれほど高くない方のフォローをしていくのであれば、当然そこにこういった問診が入ってある程度把握ができるということにもなろうかと思うんですけど、これは道長に何かございますか。特にこれを客観的にあの表す検査項目はないと思うので、問診以外ないですね。問診しかないですよね。まあ、あまり頻度多くやってもまたこれもあまり意味がないというか、ストレスになるということもあるので、多分上の検査をやる頻度の一番こうあの長いものというか、それに合わせたぐらいで合わせて聞いていくというのが現実的なのかなということですよね。よろしいでしょうか、ここについて。で続いてですね、3の、緊急作業中の原子力施設内の医療体制確保の在り方については、現在ヒアリングをしていただいておりまして、で次回、具体的にそのヒアリングの項目を出していただくということになっておりますので、まあ、今回については前回のコメントに追加して何かコメントがあればという形で取り扱いたいと思いますけど、何か追加のコメントございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。まあ、医療体制にプラス予防的なことも少し合わせて、検討いただくということで、まあ、いただいているということで、次回詳しく資料を提出いただいて議論を進めるということにじゃあさせていただきたいと思います。それでは続いて項目4と5に移りたいと思います。項目4と5に関連して事務局からご説明をお願いいたします。はい、まず資料の4でございますが、29ページでございます。でこれにつきましてはちょっとまあ、振り返りということでございますが、資料の、29ページ、まあ、参考資料の29ページにですね、 ICRP の、考え方というところでございまして、まあ、緊急時の被爆状況と線量限度というのは、まあ、作業内容、まあ、緊急救助活動ということになっておりますけれども、そういう場合にまた別の定めがあって、線量限度が別に定められているということ、それから参考の30でございますが、ICRP のファブリケーション75の中で、まあ、緊急時に線量限度を超えてしまった場合に一定の制限を行うということについて、まあ、一定の規定が ICRP にはございますということ、それから、31ページでございますが、同じく ICRP のパブリケーション62ですね、まあ、通常被爆と緊急被爆の区別ということで、まあ、基本的には長期的なレベ防護のレベルを下げることなく、まあ、対応するということが書いてあると。でそれから、パブリケーション60の方では、総実効線量が1シーベルトを超えないようにという数字が出ているということでございます。それから資料の参考資料の33ページ、32から33ページにつきましては、32ページの括弧2にございますように、脳神経疾患、あるいはその目というところに関しては 0.5 グレイという数字も出ているということでございます。ただこれはグレイでございますので、当然、まあ、外部被曝ということになろうかと思います。
それから34ページ以降は、資料の34ページ以降は IAEA の、BSS というものでございますけれども、そちらの方に、ICRP のより詳しくした内容のものがあるということでございます。それから37ページ以降は杉浦委員の方から OECD にご確認いただいた内容が並んでございます。これ後ほどですね、これをより詳しいというか日本語にまとめた資料につきましては後ほどご説明いただけるということでございます。それをちょっと振り返りでございますが、29ページに戻っていただきまして、それを踏まえまして前回どういう議論があったということでございますが、資料17の ICRP の占領限度というのは、平常時におけるリスクが不当に高くならないようにという限度を定めたものであって、それを超えたから必ず影響は出るということで、これは確率的影響だという意味でございますけれども、事故にあたっては柔軟に対応すべきであるというご意見、それから医療的な介入というのが ICRP にも出てきますけれども、これはどちらかというと確率的影響というよりは、確定的影響、あるいは組織の影響に対する介入であるということ。それから白内障と脳心臓疾患につきましては、線量の分割効果を考慮せず、積算線量で考えると、これは非常に被曝の頻度というかですね、間隔が空いていても積算で考えるという考え方を ICRP は取っているということでございますが、でしかもこれは急性影響ではなくてですね、10年から15年経ってから発症するということでございますが、これにつきましてはメカニズムがはっきりしていないということで、そういう判断をしているというご意見、それから皮膚の局所被曝につきましては、これについても透過線量限度の中でご議論すべきだということ、それから IAEA の BSS でですね、200ミリシーベルトを超えて線量を受けた場合は、医師、これ医師の字が誤字でございますが、メディカルドクターの助言を受けてから仕事を復帰するという、この200ミリという根拠は、通常5年100ミリのところ、その次の5年分も浴びてしまったからというところを根拠にしているんじゃないかというご意見、それから資料20の OECD 各国の対応につきましては、通常限度を超えた場合、基本的には仕事にはつかせますが、何らかの制限をかけているというのが基本的な考え方であるということでございます。で、検討のポイントでございますが、まず障害線量の考え方といたしまして、本社線業務従事者の障害線量については、1シーベルトを目安とする ICRP の勧告に準拠するかどうか、それから現に今回の緊急作業でですね、100ミリシーベルトを超えた方がおられますので、そういった方が今後、この1シーベルトをどのように超えないようにコントロールするのか、管理するのかという方法について、ご検討いただきたいということで、これ、まず実効線量による管理なのか、透過線量も含めて考えるのかと、あるいはそもそもどういう方法で管理するのかということについてご意見をいただきたいということでございます。それから31ページの5でございます。これは緊急作業従事期間中の被曝線量の管理のあり方というところでございます。で、前回のコメントでございますけれども、資料17の ICRP 勧告では、事故時の線量は限度ではなくて、参照レベルで管理するということになっておりまして、この意味はですね、作業計画を立てるときに予測される線量がこれを超えないようにコントロールしなさいという意味であるということでございます。また資料20によれば、多くの国で参照レベルとなっているというか、限度としている国もあるということでございます。これにつきましては、後ほど杉浦委員からご説明いただきます。それから同じく ICRP の103でですね、高い線量限度を認めている活動で、救命活動とかですね、その他の救命救助活動、そういった表現であって、これはどうも救急、これは救急隊員というのは救急要員のことだと思いますけれども、救急隊員ですね、消防とかの隊員が行う、あるいは医療者が実施する作業内容であって、一般的な緊急作業とはちょっと違うんじゃないかというご意見がございます。で、それと関連しますが、IAEA の BSS はですね、重篤な確定定を受けると異常事態の進展の防止とかですね、大規模集団占領の回避のための措置というところになってますが、これはなんか ICRP の分類と合致しないように見えるというご意見がございました。それからICRP の第一のカテゴリーにつきましては、この救命救急のところでございますけれども、誰かを救出するために、もう自分がどうなってもいいという状況で、第二のカテゴリーは、誰かが行かなければ、破局的、破滅的な状況に打ち上がるという状況を想定しているということでございますが、こういう状況はかなり限定されているということでございました。うん、
それから IAEA の BSS につきましては、緊急時の線量は実行線量ではなく一線線量等量、つまり、まあ、いわゆる外部線量の測定値で管理をするということでございますが、まあ、今回あの HF の事故に関しましては内部被曝が相当多かったということがございますので、まあ、これをそのまま使えるのかどうかというところが議論ではないかというご意見、それから OECD 諸国での緊急被曝の上限は警察消防といった内容、作業職業作業内容といったカテゴリー、まあ、様々なカテゴリーで分類されて、被曝の上限値も異なっているということでございます。で、検討のポイントでございますが、まず第1点目としては ICRP の正当化原則を踏まえた、まあ、緊急被曝限度の考え方ということでございますが、まあ、そもそも100ミリシーベルトを超える被曝限度が、まあ、どういった場合に許されるのかということでございます。それから諸外国の、まあ、方法でございますけれども、まあ、ICRP の緊急被曝限度の条件、あるいは諸外国の緊急被曝限度の条件、その限度値、それから諸外国の緊急被曝限度の、まあ、適用の判断の主体ですね、まあ、こういったところについて、ご議論をいただいて、まあ、参考にさせていただきたいと。それからもう一つが ICRP の最適化原則を踏まえた緊急被曝限度ということでございますけれども、当然緊急被曝限度も必要最小限するということでございますけれども、まあ、これをどのように考えているのかと、まあ、諸外国の方法では作業者の専門知識等によって分ける、カテゴリーで分ける考え方、それから作業の内容の緊急性によって分ける考え方とかあるようでございますが、まあ、これを踏まえて、どういった考え方があり得るのかと。で、3つ目が ICRP の線量限度の原則を踏まえた適用ということでございますけれども、まあ、これにつきましても前回は個別具体的な、つまり HF の事故が発生してですね、100ミリシーベルトではもうやっていけないということが分かった段階で、特別な特例を定めて引き上げたわけでございますけれども、まあ、そういった適用のあり方についてもご議論いただきたいということでございます。以上でございます。はい、ありがとうございました。続きまして、杉浦委員に前回用意いただいた諸外国の状況について改めてまとめていただいておりますので、ご説明をお願いいたします。はい、杉浦です。19ページですか、資料の3になります。前回英文のまま何も加工せず提出してしまい失礼をいたしました。で、全部の訳ということではなくて、先ほどの論点に従って若干抽出したところを述べています。で、1のまず占領制限、まあ、我が国限度ですけど、そういうでないところもあるので占領制限という言い方をしてますけど、その緊急時にどこまで浴びることを許すのかという基準があるかということですけども、まずはすべての国において緊急時に適用される占領基準、クライテリアを持っているということで、多くは参考レベルとして定められていますけれども、明確にその、まあ、英語ではレファレンスレベルという言葉ですが、そういうふうに定義されているわけではなくて、まあ、この数字を超えないようにと、超えたくない数字というふうに定まっているようです。しかしながら、そこに挙げましたアメリカ、フランス、フィンランドにつきましては、ドーズリミット、あるいはアッパーバリューリミットというようなことで、まあ、いずれにしてもリミットということで、上限値と限度ということで定めている国があるということです。それから先ほど論点のところでも安井さんの方から説明がありましたように、カテゴリー分けをしていて適用される限度が分かれているようです。まずカテゴリー1の方は、いわゆる放射線作業従事者、放射線を浴びるような職業ということで、今までその放射線についての管理をされているような人が緊急時に作業するということで、それも誰でもがということではなくて、あらかじめにスペシャルチームを編成しておいて、それは年齢とか健康状態から医師によりあらかじめ定められていることということとか、そのチームといってもその技術職、医療保険衛生の専門家を含む、であらかじめ特別な訓練を受けているというようなことの要件が課せられた上で、占領限度が2種類になっています。これは状況の違いと言ってもいいかもしれません。国ごとの違いはあるにせよ、ですから通常時の限度としては5年100ミリというのと単年度の50ミリシーベルトということがあります。それを超えるためにということで、
まあ、一番右側ですね、財産保護、重篤な健康損害の防止、大きな集団占領の回避、それからここちょっと言葉が足らなくて申し訳ないかったんですけど、原子炉の安全機能とか安全系の復旧、モニタリングシステムということで、壊れる前の話ですね、そういうことを担保するためのことということで、原子炉の安全系とかいう言葉を少し補足しておいていただきたいんですけど、そういったものについては、スイス、ルーマニアは通常時の限度でやりなさいというようなことも言ってますし、フランス以下の国では100という実効占領で、目や皮膚の透過占領について、特別な定めをしている国は実効占領の定めをしている国よりは少し、少ないようです。ただイタリア、イギリスとかそういうところをきちっと考えている国もあるということです。それでそういう今申し上げた、まあ、少しまずいぞという状況から、破滅的な状況になるというところで2番目の、表のところでありますけれども、人命救助とか大きな人口を防護する、あるいは原子炉が、まあ、炉心溶融とか大規模放出をするような破滅的な状況になっているときには、それを食い止めるためには、先ほどの限度を超えて浴びることというのもあり得るだろうということで、250というロシア、あるいはオランダは750、韓国は無制限というようなこともあります。イギリスについてもちょっと全身占領の上限値ということで、これが実効占領なのかというところはちょっと、分からないところがありますけど、500という数字が出ております。これが職業人、いわゆる放射線作業従事者ですね、そちらに対することで定められている数字です。それから2番目は明確には書かれていなかったんですけど、職業的プロフェッショナリーということですね。上の方はオキュペーショナルエクスポージャーですから、まあ、ICRP とかいう、我々の領域で言っている職業被爆なんですけど、プロフェッショナリーに被爆するということで、ここはちょっと書いてないところの注釈なんですけど、警察消防というところが今回も活動されていますので、そういった方たちを対象しているところで、消防士については私の注釈ということで書かせていただいてますが、それらの方についてはやはり、今までの放射線の取り扱いの経験とか知識というところもあって占領は低い形で定められているようで、フランス、スペインについては10とか50ということで、これは参考レベルとして使ってますということで、そういう区分を別個に定めている国もあるということです。次のページお願いいたします。ただしそのカテゴリー2の方々についても人命救助等については例外的に超えることもあるけれども、1シーベルトを障害線量として超えてはいけないし、皮膚のいかなる箇所の透過線量も5シーベルトを超えてはならないというような定めを行っている国があります。ということで人のグレードといいますか、人の区分によって、数字も違ってきますし、次の表はですね、活動の内容で、先ほどもその原子炉の安全系を見るところなのか、本当に炉心溶融を止めるのかというところで変わってたようなところがありますけれども、アメリカ、オーストラリアについて少し段階的に数値が変わっている例が後ろの方の表からピックアップできましたので、そこに書かせていただいてますけれども、単年度50というところではもちろん全ての作業で良いわけですけれども、100ミリシーベルトになりますと、アメリカ、オーストラリアの横目で見てみますと、価値ある財産の保護であるとか大規模被曝の回避、破滅的状況の防止ということで、若干こうアメリカ、オーストラリアで活動内容の、まあ、質的内容の差があるように思いますけど、また250ミリシーベルトになりますと、人命救助という言葉が出てきて、まあ、オーストラリアはさらにその上に500という数字が、まあ、アメリカの場合は250以上と書いてありますので、まあ、どういう場合でどういうふうに適用していくかというところは少しもう少し調べなければいけないかもしれません。それが限度のところで、まあ、超えた後の管理はどうかということが2番目です。でこれについては、占領限度を超えた作業者についてその後の放射線作業に就かせないということではないけど、何らかの制限を設けて放射線作業についていただくということです。その何らかの制限というのは、医学的検査を行うこと、放射線作業を行うことを誰かが、まあ、事業者であるとか医師であるとかが許可を与えるということ、それから必要に応じてその後の被爆する線量制限ですね、通常の被爆線量よりも低い値として管理をしていくということですね。で特にアメリカでは法律で規定していて、年線量、障害線量からすで、にその事故で浴びた線量を、その割り当てられている線量限度から差し引いて、その中で管理をしていくというようなことが決まっていると。で、
妊婦への特別な制限はありますけれども、男性と妊娠可能な女性のところでの違いはないというのは、働く権利というところで、考え方の違いというところがあるのかなというところがあります。で、具体的な数字になりますが、スロベニアについては12ヶ月間は作業につけないということ、それからイタリアでは100ミリシーベルト以上の時は10ミリシーベルトでやってください、ロシア、アルメニアについては100ミリシーベルトを超えては20ミリシーベルトでやってくださいということ。でブラジルは、占領のことは書いてませんけれども、医学的助言が必要だと。で次が200ミリシーベルトのところですけれども、潜在的に有害と考えられて、被曝なる区域の立ち入りを禁じて医学的検査を受けると。でその後の作業の就業につきましては、作業者の事前の同意があった場合に、厚労省に相当するような規制当局によって許可がなされるというようなことが記述あります。で最後のページになりますけれども、その他の国、そこにいっぱいオーストラリアから並んでいますけれども、基本的には、限度を超えても、次のタームに入った場合には制限をしないけれどもということで、アメリカがダブっていて、占領制限は あるようですけれども、アメリカについてはあるようで、米印をつけさせていただいてますけれども、基本的には制限をしないけれども、やはりケースバイケースで考える必要があるということの注意書きがあるようです。それから最後、健康診断ですけれども、これについては、一般的な規定で健康診断をしましょうということで、細かい検査についてあまり具体的には聞けていません。というより、ケースバイケースで判断していくしかないのかなということがあるようです。そうですね、これについては以上です。はい、ありがとうございました。それでは資料のご説明をいただきましたので、4のですね、通常被爆限度を超えたものにかかる中長期的な占領管理のあり方 についてまずご議論いただきたいと思います。30ページにございますように、検討のポイントが、障害占領の考え方と、100ミリシーベルトを超えたもののその後の障害占領の管理をどうするかという2点でございます。まず1点目の1シーベルトという原則を、これは準拠して多いかということですけど、これについてはいかがでしょうか。これはそういうことということを上限で考えるということです。それでいいかどうかの判断というよりも、1シーベルトになっている理由といいますか、1シーベルトでこうやっぱり被爆時年齢とその到達年齢でこう発がんのリスクって変わってくる分布があって、60から70ぐらいですかね、ICRP の60、1990年韓国の後ろの方に、そういう考察がきちんとしてあるわけですけども、それでその一時期、がん後発年齢みたいなところは、年リスクとして1000分の1を多少短い期間超えるかもしれないけど、そのぐらいで他の職業と比べてというような考察があって、で生涯1ミリシーベルトだから、大体50年間人は働くので、1年ごとの限度ではなくて、1シーベルトを5年ずつで50年終わると5年で100ミリと、だけれども5年も20ミリずつではなくて多少浴びる年があっているので5年100ミリと1年50ミリシーベルトがあるという定め方になっているので、やっぱりトータル最後1シーベルトに戻るというところは、事故で少したくさん浴びちゃったからその 1.5 でいいですとかいう話には私はならないんじゃないかなとは思っています。ということで障害被爆は1シーベルトというのを原則で、他のことを次の話は考えておくべきだということです。他にいかがでしょうか。はい、バン先生が出された ICRP のステートメントで、脳心とか脳心臓疾患の関係で 0.5 グレイという数字がありますので、これをどう考えるかというところについてご意見いただきたいと思います。私ですか。ですね、すいません、ちょっと保留でいいですか。ちょっと難しい、なんで保留って言ってるかというと、一つには、心臓血管系の 0.5 というのが、ICRP も子宮腺量と言っているだけで、じゃあ占領限度どうだっていう議論に発展してないというところで、ICRP も最終的な
まあ、安全といいますか規制のあり方までについて考えが及んでないのかなと思っているところがあり、でがんの方はまあ、今まででいろんな考察があり、障害致死ベルトということで確率的影響の制限という話で、多分確定的影響のところは分けて考える話ではないかなということで、それも確定的影響というよりも ICRP はティッシュリアクションという組織反応という言葉に置き換え、はい、あえて置き換えて、でしかも急性で1年2年じゃなくて数年経っても起こる可能性があるということの概念を新たに提案したわけで、その1シーベルトっていうのはおそらくまあどっちかというと確率的影響を基盤にトータルに考えた値というふうに考えた方がいいと思うんですね。はい、どちらかというとこういうのもがん、まあ、遺伝的よく含むんですけど、がんしか考えてない。それをまあ基盤に考えた考え方であって、一方のその神経関係に及ぼす 0.5 グレー 0.6 グレーっていうのは、これはもうティッシュリアクション、そう局所の反応、組織反応という反応で概念で捉えるべきなので、ちょっとそれは議論する根拠は違うとも僕は思うんですね。どうなんでしょうか。だからもしもそのはい、確率的影響の立場で1シーベルトっていうことを言うならば、当然この 0.5 グレーの値もそこに含まれるべきものではあると思うんですね。ティッシュリアクションも起こすかもしれないけど、それに累積した蓄積したトータルの線量として1シーベルトということがやっぱりリスクにつながるものと思うので、それを除外すべきではなくて、それは1シーベルトという障害累積線量としての一部と考えるべきではないでしょうか。よろしいですか。まず論点がいくつかあるとは思うんですけれども、まず ICRP が言っている1シーベルトは実効線量であるということと、まあ、確率適用だからということは思うんですけれども、であとそのティッシュリアクションの方はグレーなので、これは透過線量、多分まあ組織別の透過線量だと思いますので、まあ、そういう意味ではその我々のまあ具体的な当てはめになりますと、実効線量という内部被曝が入ってくるんですけれども、おそらくここの 0.5 グレーの議論するときというのは内部被曝の関係はあまりなくて、まあ、例えば脳心臓ということになると外部被曝しかまあ多分ないと思いますけれども、まあ、そういった被曝別の区分にもちょっとまあ議論はあるのかなということで、まあ、実効線量と透過線量という観点もでの議論もまだあり得るのかなとは思っております。まあ、その辺について何かご意見があればいただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、そちら側の専門のバン先生がちょっと今日おられないということがありますので、まあ、第3回に持ち出しというのもあるかもしれませんが、何かあればという感じでお願いします。ちょっとこの点については、まあ、基本的には第3回でということでいいと思うんですけど、ちょっと考えていただいて、次回に向けて意見をいただくところなの で、ね、次回までにご意見いただけると助かります。ということで、はい、よろしいでしょうか。すみません、じゃあその点についてはそうさせてください。続いてまあ、すでに100ミリシーベルト今回超えたものについて、まあ、障害における被曝線量を超えないようにするという、まあ、基本的に1シーベルトということを前提にした場合の話ですけども、これについてはいかがでしょうか。まあ、諸外国いろんな例があるということですけど、杉浦にこれについていかがでしょうか。ですね、働けない状況は作ってはいけないというのが、まあ、まあ、厚労省 の、 そのこれを健康みたいな立場を優先すべきなのかもしれませんけど、まあ、まずはやっぱり、作業者の働く機会ということをきちんと考えてあげるのが優先して、それでじゃあ安全を確保するとどうなのかということで、まあ、
お医者の先生いっぱいいらっしゃるので、そこの部分の判断は、まあ、私よりもご意見をいただきたいと思うんですけども、放射線防護といいますか、管理の立場からはそんなようなことを考えます。想定に関してちょっと質問したかったんですけど、はい、非常にプリミティブな質問なんですけど、実は前回の資料16で厚生労働省の労働基準局長通達で、23年12月22日ってやつがあるんですけど、そこでですね、そこではいわゆる、福島原発でやむを得ない緊急作業による被爆線量が100ミリシーベルを超えた労働者については、その後の緊急作業以外の放射線業務への従事については、当該期間を含む5年間の残り期間でそれ以上被爆させない、つまり放射線業務についていいけども、ゼロ被爆でいろよということですよね。そうするともう、ところがまあその、ICRP の方ではですね、例えば線量減、緊急時の受けた線量のために、電離放射線を扱う作業におけるその作業者の将来の雇用が妨げられるべきじゃないということも書いてあるんですね。で、それはちょっとかなり矛盾するんで、もしも国がそういう方針であるならば、さっき今ちょっと杉浦先生の発言で、ふっと今のことを思い出したんですけど、ICRP の、まあ、書いていることと矛盾することを、まあ、厚生労働省では、健康優先ということで、これ非常に重要なことなんですね。ちょっとそういう話もやめましょうか。ある人がその20ミリシーベルト、つまり子どもたち の年間の被爆線量を20ミリシーベルトを超えるようなそのところでは作業者も行かないって言った人がいて、もう審議会を辞めた人がいましたけど、それは5年間で100ミリシーベルトなので年間20ミリシーベルトに超えないようにあえて恣意的にしてるわけで、作業者の人たちは危険だからじゃなくて20ミリシーベルトを抑えないと仕事がなくなっちゃうわけですよね。ですのでそういう意味で今杉村先生がおっしゃったように100ミリシーベルトを超えたらもうダメよというのが本当にいいのか、それはどうなのっていうことをやっぱり議論してあげるべきじゃないかと僕は思いました。そうすると超えた人の雇用を守る、ただ一方でシーベルトは障害で超えないようにする、その両立をどうするかという、まあ、多分選択肢いろいろ出てくると思うんですけど、そういう趣旨だというふうに思うんですけど。そうです、4月22日の通達はですね、ご案内通り100ミリ超えの方については通、まあ、緊急被爆はもちろん緊急被爆状況においては250シーベルトまで働いていいんですけども、それが他の原発において働いていいかということについては基本的に認めないというスタンスを厚生労働省は当時は示しました。これはICRP が示しているのは将来というところの解釈によると思うんですけども、もちろん未来永劫を我々もですね就業を制限するという予定はなかったですけれども、当時はとりあえず5年100っていう枠をはみ出ている人になりますので、それに対するどういう対応を取るのかということも、まあ、明確なかった状況の中ではとりあえずそういう制限をするという判断をしたということでございます。ただしもともと平成28年度の次の5年ブロックにおいては一定の措置をするということももちろん当時から考えておりましたので、あれは緊急的に行ったその通常全然全く考えていなかった100ミリを超える方々に対する対応として取ったということでございます。確かに100ミリ超えている人は、東電の人が100何人でそれ以外の人は30何人だったかな、その程度ですよね。確かに、そういう意味では少数ではあるけれども、そういうある意味その原発関連のプロフェッショナルの人、作業者なんですよね。でその人たちがもう100ミリ超えたらもう次の5年間飯は食えなくなるということもあり得るわけなので、その点につきましてはですね、実際にその指導するときに十分考慮いたしまして、先生のご説明の通り、ほとんどの社員が東京電力社員であったということと、でそれ以外の方につきましても、元請けもしくは一時受けと、いわゆる大企業の社員であることを確認しまして、雇用に影響することはないというのは判断した上で、それも判断条件に入れた上で指導したというのは事実でございます。はい。
そうするとあのいずれも雇用ということも十分こうあの重要なこととして、この方策を考えましょうということであの、まあ、意見をいただいていると思いますけど、まあ、具体的なあとは管理どうするのか、1シーベルトを超えないようにどう管理をするのかというのについて何かいいアイデアという形になろうかと思いますけど、まあ、諸外国の例を見て、まあ、どうかということですよね。あとははい、お願いします。ここはあの緊急作業者ですので、まあ、基本的にはそのあの事業者内の作業者ですよね。でアメリカなんかの結構あの、こういう、まあの作業内容別の線量限度を決めたりなんかしてるのはかなりテロ対策が背景にあると思うんですね。ですから最初に人命救助が来たりあのするわけなので、まあ、あのそういう意味でこの考えるときにちょっとその辺は差し引いて議論すべきではないかと僕は思います。今緊急被爆その時のバックエンドどうするかという話はちょっと後の方でもう一度こう議論をさせていただきたいので、すでに、まあ、暴露してしまった人の通常の業務に戻るという、あとは今後であれば廃炉の作業にどう戻るかということにも関わると思うんです。はい、あの一つの考え方としてはですね、例えばあの、例えば残り、まあ、例えば680ミリシーベルトなんかを被爆された方というと残りが、まあ、例えば320ミリシーベルトということになって、その方があと例えば何十年間働くかということが、まあ、分母になってですね、でその上で例えば5年ブロックなら5年ブロックで、どれぐらい被爆できるのかということを、まあ考えて分子として載せていて考えていくという考え方が一つございますし、まあ、要するにこの場合そのアプローチを取るとですね、個別にそれぞれあの数字が違うというアプローチになります。あるいはもうちょっとあの一般的にですね、 まさにこちらなんかのイタリアとかロシアとかアルメニアみたいに10ミリとか20とかですね、なんかあの一律の数字を決めてしまうようなやり方もあの他の国であるみたいなんですけども、まあ、そういう一律の決め方をするのか、まあ、そういったところについてご意見いただければと思います。この点いかがでしょうか。その管理がしっかりできる企業で、まあ、特別の場合で特定の人ということの管理ができるから、その管理の能力に委ねるか、いや管理の能力ってほっとくとうまくいかないのでもう一律でやるかという、多分そういう選択肢だと思うんですけど、杉浦院いかがでしょうか。ですね、先ほどの1シーベルトが生涯の確率的影響のリスクに準拠していて、それを一定の率で浴びるとという前提でリスクが評価されているということを考えると、参考資料の30に ICRP の記述があるんですけども、パブリケーションの75で、これはあの90年勧告に基づく、まあ、それをブレイクダウンした作業者に対するものの、勧告なんですけど、61項ですね、61項には、まあ、産業ですので読ませていただきますと、引き続き被爆が許される場合には、事業者は作業者と協議し、かつ規制機関の要件に従って、残りの管理機関に適用される正式な線量制限の制度を確立することが適切であろうということで、その次ですね、線量限度が関係する残りの機関に比例して、一時的な線量制限を行うことが適切であるかもしれないということですから、先ほど安井さんがおっしゃられたように、生涯1シーベルトからその緊急時に浴びた線量を引いて、残りの機関で、割ってしまうというのが、あのまあ、これからは読めるわけですね。それでそれが数値がいくつかということで、それが現実的なのかどうか、管理ができるのかということも考え合わせて、あるあのですから100をちょっと超えているような方ですとほとんど関係なくなってくると思いますし、だけどまあそういうことでウォッチする必要があるんであれば、その外国の例にあったように10とか20とか、年20であれば何も制限がかかってないと一緒ですから、まあそういったところで見ていくのかなということになるかと思います。ですのでまあここの部分については100何人と限られていて、対象が分かっているのでそこを見つつというところも視点が大事なのかなと思います。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。実際のケースからと先ほどありましたように、東電と、まあ、大手の企業ということなので、その管理能力もあることを前提にという、まあ、話かということですよね、今の話。ただ一応均等に浴びてというところが前提で1シーベルトが出てきているというところで、あまりそこは考えなくてもいいのかなと。
そこをやりだすともう一回計算してみましょうかって話になるとちょっと大変かなと思うんですけど。この点についてもう一点ですね、この投下線量の管理はどうするのかという、まあ、論点が一つあるんですけど、これに。はい、今までずっと実行線量で議論してきたのが途端にその1センチメートルあたりの透過線量になるとかなり、まあ、とにかく、まあ、あの水晶体とについては、まあ、ちょっと別として、透過線量と、まあ、個別の臓器については透過線量は当然なんですけど、それ以外の議論はやっぱり実行線量でいかないと混乱するんじゃないでしょうかね。どうなんでしょう。まあ、今、RCRP の、その、ステートメントで言われているのは、まあ、目の白内障と、脳心臓疾患ということになっております。で、現実問題としてですね、まあ、原発事故が起きたときの場合を考えますと、まあ目はちょっとベータ被曝の可能性がございますが、脳心臓疾患ということになりますと、ほぼガンマ線になるという理解になりますので、そういう意味では、結局、まあ、外部被曝線量に、近い議論になってくると、つまり内部被曝を含まない議論になってくるんじゃないかなという理解をしております。ですので内部被曝を含めた実光線量のをどうするかという議論と、まあ、外部被曝だけを捉えたまたまあ、それについて何らかの制限を加えるかどうかという議論かなというふうに考えてございます。でも今までは100ミリシーベルトっていうのは実光線量で来たわけですよね。それを超えて、ね、まあ、その障害蓄積、ね、線量もこれ実光線量ですよね。でなのにこれからはその1センチメートル透過線量で議論しようってもなんかこうつながらないような気がするんですけど、実光線量の基準を作った上でさらにプラス、そうですね、外部被曝という方も出てる。要するに両方見るかの実光線量だけでいいのか、実光線量と透過線量両方見るのかっていうことだと思います。ちょっと レンズに関して、水晶体に関してはとにかく透過線量で見る以外はほぼないと思いますよね。はい、あるべきかという話と実際にできるかという話で、国の制度の話にちょっと戻って申し訳ないんですけども、もし目の水晶体で何らかの制限を設けて管理していこうということになると、現行の我が国で放射線の被曝を測るシステムとして70マイクロの皮膚と実光線量の1センチメートルのどちらか適切な方で測りなさいということで、目そのものの3ミリメートルを測る仕組みになっていないんですね。巷に黙っている個人線量測定器で3ミリをそのまま測るという仕組みにはなっていないので、そこが本当に大事だったらやっぱり3ミリを測る仕組みに昔に戻して、どういう測定器で構成、そういうので構成された測定器がないと、そのシステムがないところでそれを3ミリでやりましょうと言ってもそれは非常に長い話があって、ですので ICRP のステートメントでまだ出て、放射線審議会でも、その、線量限度の取り入れについて議論が進んでいないようですけども、そこの話がまずありきで、まあここの場では 目に注目してこういう、まあ、特別な状態だからということは言ってもいいんですけど、じゃあそれをどう測ってきますかっていうところはすごくいっぱいある、後ろにのは控えているところがあるということも事実だと思います。まあ、測れないからやらなくていいのかって言ってるわけでは全然ないんですけど、この点いいですか、そういう今日の段階では。まあ、腰を作る段階では論点整理で、まあ、いいと思いますので、まあ、その後でまた第3回で、まあ、ちょっとまあ伴先生も来られると思いますので、再度ご議論いただければと。はい、ただ、まあ、ちょっとここについても、まあ、次回まで、はい、ご検討いただければと思います。はい、で今はございません、こうあるべきだという、ほかにこういう、それをやる上で、こういう問題点もあるということも含めて、ご意見をいただくということで、お願いいたしたいと思います。それから続きまして5番の緊急作業従事期間中の被曝量線量管理のあり方ということで、これ非常にいろんな考え方のある重大な問題だと思いますが、これについて、まず、どういう緊急被曝限度の考え方にするのかということですけど、いかがでしょうか。
はい、お願いします。まあ、あの特にあの、ヨーロッパもそうと思いますけども、今とにかくあの福島原発の起こる前まではもう核テロ一色だったわけなので、それでかなりこの緊急限度の考え方で、特にあのライフセービングだとか、それから そういうまあ、破滅的なその事態を回避するためのというようなことが書いてあるわけなの で、しかもあのアメリカは特にそういうあの被爆占領別の活動別 の占領限度を決めてあるのは、ましてそういうあの国を挙げてのカクテル対策ということでやったことだと思うんですね。その辺をさちょっと差し引いて考えないと、あの全て全部あのここに盛り込むかどうかっていうのはちょっと難しい問題です。特にあのこれは、原発あの内での緊急作業に従事する人について、まあ、しかもあの、その救急救命士や医師や警察消防の人たちを対象としたものではないという限定条件をつけた議論した方がよろしいんじゃないかと思いますか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ明石お願いします。私もそうです。これはあの前別の場所で議論した時も、あのそのボランタリーとか、それからあの、まあ、その本人の同意ということが可能な職種と、それからまあ指揮命令系統で動く職種というのがいるので、そこは今前川先生ご指摘されたようにきちんと分けないと、その働くシステム、何かを作業するシステムとあのぶつかってしまって、結局いい占領あの限度を守ることができない、有効な仕事ができることにならないと思うので、ここは作業員っていう立場とそうでない人はやはり分けて考えないといけないかなと思います。ありがとうございます。これ基本的には今回作業員ということで限定で議論でよろしいんですかね。このあのまあ作業員に限定はしておりませんが、作業員は必ず含まれる議論にしていただきたいということと、あと赤井先生ちょっと確認ですけども、例えば作業指揮の職種っていうのは作業員はもう作業指揮だからという今のご発言でしょうか。あの例えばあの消防とか警察の場合、そのボランタリー自分の意思でっていうことが果たして可能かっていう議論が多分現場の消防警察の方は出てくると思うので、そこを考えないでここで一律に考えるというのはちょっと難しい。でもちろんそこは消防警察と議論をするということでないと難しいのかなという気がします。ちょっと確認ですが、あの一般作業者については同意を取れるという理解ですか、それとも同意を取る、まあ、作業指揮だからということですか。同意を取れるというか、 ある程度その自分の意思なりその同意というのが使えるのかな、使いやすいのかなということですね。使えるかどうかというよりも実効性として、で消防や警察は必ずしもそうでもないんじゃないかということですね。ないかという気が私はしますけど、それはちょっとその職種別によって違うので、もう少し検討しないといけないのかなという気がします。はい、どうぞお願いします。今回 の福島の時にはどうだったかって僕ちょっとわからないんですけど、例えば中央管理棟で最初の、数日間の間 の指揮命令系統ってちょっとわからないんですけど、例えば JCO の時 の臨界を止める、臨界状態を止めるために当時の原子力安全委員会の委員長が、まあ、率先してその職員、それは作業者ですよね。で、あの時の作業者は JCO の作業者だったんです。JCO の作業者のやっぱり志願をさせたんですね。志願をさせて、それで、まあ、時間と、被爆線量で交代交代で、うまく水抜きをし、放散水を入れるっていう作業に従事して、被爆線量を非常に低減したという経過があるんですが、まあ、そういう職種であれば、今、おっしゃったように、阿賀先生おっしゃったように志願という言葉は生きてくると思うんですけど、他にいかがでしょうか。まあ、一つ今志願という取り扱いについてのお話だったんですけど、まあ、あと、まあ、志願以外にその、
100ミリシーベルトを超える被曝限度が許容されるような場合とかですね、まあ気温は100マリにしながら何らかの判断で上げるんだとか、まあ、その取り扱いとか、まあ、そういった手順も含めてですね、ご意見があればお願いしたいと思います。よろしいですか。はい、まあ、杉原先生がまとめていたこの10ページの資料になりますと、まあ、例えばカテゴリー別に分けているものにの場合はですね、まあ、100ミリを超える線量ということが許されてくるというと、まあ、人命救助とか他人、まあ、これはラージポピュレーションって書いてあるんですけども、まあ、大きな人口の防護とかですね、あるいは大規模放出の防止とか、そういうことが書いて、あります。それから、その作業別です、活動内容別になってくると、また人命救助または大規模住民の保護ということになっております。で、人命救助の話をしたらちょっと、まあ、さておくと、これを見るとどうもやはり多人口の防護というのはどう見てもその原発の周辺の住民の防護のような気配がすごくあってですね、まあ、現実問題としてはその多くの その原発周辺の住民の方々を救うためにやむを得ないような場合というふうに読み取れるんですけども、こういったところの考え方について何かあれば教えていただきたいと思います。これは杉浦委員。あ、まあ、どなたかご存知であれば。ICRP では人命救助しか出てこないもんですから、で IAEA だとまた多人数の防護、要するにラージポピュレーションというのが出てくるもんですから、これがちょっと、まあ、ICRP と IAEA で考え方がどういうふうに違うのかとかですね、まあ、そのあたりについてももし分かればと思ったんですが。じゃあちょっとその策定に関わった人にも少し背景なりを聞いてみたいと思います。大規模住民の保護というのは別にそれこそ風が吹けば桶が儲かる的に言えばそれは確かに事業所関係あるかもしれないけど、実際これに従事する人は違う人たちですよね。自らのためではないということになる、うん、ですから、ね、周辺住民のために自ら犠牲するという、まあ、ロジックなのかなと思うんですけども、人命救助とか大規模住民の保護に当たる人たちはこれは緊急作業者ではないですよね。いや、そこはちょっとよくわからないんですけど、いやいや、それは風を吹けば桶が儲かる式で、事故がなかったらこういうことはないわけなので、それは責任は責任なんですけど、実際大規模住民の保護に当たる人たちはね、もうそういう、それこそ消防、警察、自衛隊、軍隊っていう人たちがそれに当たるわけでしょ。むしろこの破滅的な状況の防止っていうことは確かに、例えばこの今20ページの言葉で言うならばね、しかも例えばここに書いてある価値のある財産の保護なんて、これは別に緊急作業者のやることではないですよね。だからその辺はちょっと、作業者がこういう場合にどういう事態でその仕事をするかという、まあ、ことがあって、まあ、それに対してそれが許されるか許されないかという話ということですね。その今の破滅的状況の防止っていうのはありますと、もちろんこれはあります。それから原発内の中での人命救助とありうるのか、作業者にとってとか、そういう、まあ、ことに対して100ミリシーベルトを超える理由として許すか許さないかという話です。状況としてあるのかどうか、工学的というか技術的に分かりませんけど、例えばあのバルブさえ閉めに行けば、炉心溶融が下げるんだというような、そういう時にですね、そこに入っていくというのはまさに、まあ、人命救助じゃないですけども、その短期間でこう行ってっていうのはあるかもしれないですけど、まさに破滅的な状況の防止ですよね。はい、つまり人命救助というと、ライフセービングというのは、それある種の特殊な技能を持ってないとできないわけなので、その緊急作業者が平均的に持っている能力ではないんですよね。
ちょっと論点がずれてしまったら申し訳ないんですけども、はい、今までの多分 ICRP も IAEA も例えばそこに宣言が転がっているとかですね、まあ、高い状況空間線量が高いところで人が転がっていてそれをこう一時的なすごくこう1回の作業での線量を定めていると思うんですね。で今回はあの12月のところで切っていただきましたけども、じゃあどのぐらいの長い期間の作業が緊急被爆状況なのか緊急時作業なのかというところはすごくそあの今回の経験したものとしてはあの どこまでですかというのがあると思うんです。だからあもう少し言わせていただくとそのまあ、今日ここは緊急時だけの話なのでなんですけどこう長くなってくると、まあ、計画被爆と緊急時があってその潜在被爆あ現存被爆ですかこう長く続くような状況のことももう一つ考える必要があるんではないかというふうに思います。緊急被爆作業期間というのはある意味人為的でここまでということを決めているわけだから今回もですねなかなかそのどこからっていうのは難しいところだと思うんですけど、はい、前川先生のご意見を見てしみじみとこの活動内容とかを見ると確かにあの、風が吹けば沖縄は儲かるのようにですね目的論的に書いてあるような記載とあの破滅的状況の防止みたいにかなり具体的 あるいは人命救助みたいにですね具体的に書いてあるものが非常にこう入り混じっていてその国によって確かに規定ぶりが全然違うなというのはあの思いましたがそのあとそれから杉浦先生のご意見のとおりもともとこれが非常に 短期的な活動を前提しているというのも、まあ、言われているので確かにおっしゃるとおりという気がしましてそうなるとなんかこの各国の基準とか IAEA の基準というのはなんか日本のあのが想定したような状況でうまく当てはまらないということですかね。でもまあリスクは一緒ですからあの、まあ、1年に開いていようが1回であるようがあの確定的基本のところを議論しないのであれば。あとあの先ほど、まあ、ちょっと先ほど繰り返しですがあの非常に目的論的に例えばあの大規模な被爆の回避とかですね大規模な 人口の保護みたいにあるいは価値のある財産の保護みたいに明らかにこう目的論的に書いてあるものと、まあ、破滅的情報の防止っていうのを具体的に書いてある国がまあ分かれてはいるんですけどもこれはあれですかその、まあ、か考え方として結局は破滅的な状況というのは結局はその周辺に住民がいることを前提にしているような気がするんですけども、まあ、結局そういうことを前提にしているという理解ではいいのかなと思うんですがそれはいかがですか。まあ、もうそうだと思います。というかだからやっぱり、まあ、100っていうのはいろんな意味で100ミリシーベルトっていうのは従来も我が国で認めていたような数字があってそれを超えるっていうのはやっぱりそれなりの正当化されるきちっとした理由が必要なんだと思うんですね。でそれはあの理由があればやっぱりその守るべきものがあるので、こうやって諸外国も決めているというじゃあそれが何で何の時にいくつかということが本当に一般的に決められるのかなっていうのは非常にあの超えることはありうべしでなおかつその前回バン先生なんかも気にされていたのは限度として決められるのかそれがそのケースバイケースであるんであれば限度ではなくてレファレンスレベルみたいな形で決めておいてこのぐらいの値でやってとにかくその状況を収めるということの方が重要だから超えていいっていう状況が出てくると思うんですね。ですのでなんかそこら辺がそのこうまとめて活動内容別とか人のカテゴリー別になっていると本当になんかあらかじめ決めれるのかななんて思ってるのが作業してた時の感想です。この部分についてはどうしましょうか。あのバン先生もいらっしゃらないしあのちょっと情報をさらに詳しくあの実際に策定に関わった方から聴取いただいてでその情報に基づいて次回引き続きということでいかがでしょうか。そうですね、あともう一点だけですけども、はい、例えばこのアメリカの例ですと、まあ、条件というのがコンディションというのがあってですね要はあのこれ以下の線量では、まあ、実行困難英語ですと not practical って書いてあるんですけど
まあ、こういうことが書いてあるんですけれども、これを具体的にどう判断するのかというところが非常に興味があってですね、何をもってこれで判断するのか、まあ、あるいは誰が判断するのかというところが非常に正当化という概念から言うと重要なのかなと思うんですけれども、これについても何かもし分かればよろしいですか。毎回ですね、シクレが委員に出て申し訳ありませんけど、よろしくお願いします。それでは、よろしいでしょうか。5についてこれ非常に重要なところなので、もう一度ちょっと情報収集して引き続きということにさせていただきたいと思います。それでは、続いて6について、緊急作業従事者に対する特別教育のあり方について、事務局より説明をお願いいたします。はい、続きまして、資料の、ページで申しますと33ページでございます。でこれにつきましてはちょっと振り返りでございますが、資料のですね、参考資料の57ページというのがございますが、ここに加工施設、それから次のページに原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務における特別の教育ということでございまして、これはいわゆる一般的な放射線業務従事者に事前に求められている教育の内容ということでございます。でこれにつきましてご紹介してご説明したところですけれども、見ていただくと分かりますように非常時を前提にした内容には全然なってなくて、ちょっとあんまりこれが参考にならないんじゃないかという議論ございましたので、今回ですね、新しく資料をつけてございまして、23ページの資料4でございます。これは除染等業務特別教育ということでございまして、これは1F の事故が起きた後に除染を行う場合にあらかじめ行う教育ということでございますので、非常に放射性物質が散らばっていたりとかですね、比較的緊急作業に近い状況を想定した特別教育になってございますので、こちらの方がむしろ参考になるかなということで入れてございます。で例えば電離放射線の生体に与える影響と被曝影響ということでございますけれども、ここにはこの1から4までの内容がございます。これは電離速と基本的に同じですが、電離速が30分のところ1時間になっております。これは素人の方が多いだろうということで、増やしているということでございます。それから除染の作業方法に関する知識というところでございますけれども、これは1の部分はいわゆる本当の作業の方法でございますが、2から6に至るところはかなり具体的に線量の測定の方法とかですね、線量投量の監視の方法とか、汚染防止、汚染状況の検査、保護具っていうかなり具体的に書いてあって、そういう教育をやっているということになります。それで、次は実際に使う機械っていうのがありますので、これはちょっと省略させていただきますと、あと実技教育というところでございますが、ここもですね、作業の方法のみならず放射線測定器の取り扱いであるとか、線量投量率の監視の方法、汚染防止措置と、汚染検査および汚染の除去保護具の取り扱い、そういったかなり具体的な内容について教育をしているということになりますので、こういったことを一つ叩き台にしてですね、考えていくのかなというふうに考えているところでございます。それで、33ページに戻っていただきますと、まずはご検討いただきたいポイントは大きく3つございまして、1つはまず教育対象者の選定プロセスということでございますが、これはそもそも緊急作業従事者をあらかじめどうやって選定するのかということでございます。それから、前川先生のご議論ともちょっと関係あるんですけれども、その役割と資質ということで、人命救助とかそういうことじゃ多分ないと思うんですけれども、そもそもどういう作業をする人間でどういう資質が求められるのかと、非常に高度な専門知識がいる人なのかどうですかとか、そういった、そもそも論の前提条件を付すかどうかという議論がございます。それから教育の実施につきましては、あらかじめということになりますと、例えば1回だけやってしまうと、じゃあ30年前に受けたからそれでいいのかっていう話もありえますので、これは例えば定期的な実施にするのか、そういった議論がございます。それから教育内容ございます。先ほどご説明いたしましたけれども、健康影響に関する知識というのは、これは IAEA とか ICRP で必ずリスクを理解した上でっていうのが出てきますので、これはいると思うんですが、それ以外に例えば保護具っていうのはあると思いますが、そういった付け加えるべき、
点があればご意見をいただきたいということでございます。以上でございます。はい、ありがとうございます。これ基本は、緊急事態が起こる前にこの人は緊急作業につけてもいい人だということを先に特別教育をしておくというそういう趣旨の理解ですよね。そうですね、現時点ではそういう特別教育がないものですから、まあ、実際の 1F の事故が起きた後ですね、必ずしも十分な教育を受けないまま投入された作業に投入されたという事案が、まあ、少なくとも最初数ヶ月間ありましたので、そういった反省を踏まえた議論でございます。受けてない人であっても、まあ、その時にさらに追加で受けてまたということもあり得るということですか。そうですね、実行上どうなるかというのは確かに難しくて、いきなり3000人必要ですという時と、まあ、100人で済みますというところで話が全く違うと思いますけれども、一応ここで想定している状況は事前教育ということでございます。いかがでしょうか。はい、例えば特にこの明大の、長期健康管理等に関する検討会での議論として、これがこの対象となるのが今後の廃炉に向けた作業者も含めてっていうことを前提に置いた方がいいんでしょうか、それとも全く違う次元の話で、他の原発事故における緊急作業者っていうふうな一般論で言ってもいいんでしょうか。緊急作業の定義といたしましては、まあ、緊急被曝限度が適用されているということでございますので、今の 1F については通常被曝限度でやってますので、まあ、そういう状況ではなくて、まあ、また新たにですね、緊急被曝限度が適用されるような事態が発生した場合に備えた議論でございます。そういう意味ですね。はい、そうするとやっぱり今回の反省を含めて言うとですね、まあ、どういうふうに人たち選定するかは別として、内容としてちょっとやっぱり力説しておきたいのは、やっぱり危機管理ということの考え方をやっぱりある程度教育すべきだと思うんですね。もちろんどの現場でもおそらくやってらっしゃると思いますけど、特に原発事故対応というのは非常に特殊な防災体系になっているということからしても、やはりそういう現場での危機管理対応ということも教えておくべき、知っておくべきだと思いますし、それから、まあ、あとは大体いいと思いますけど、少しはやっぱり応急手当っていうのも入れた方がいいかなっていう気がします。他にいかがでしょうか。ちょっと確認ですが、危機管理とか事故対応というのは、例えば今、防災基本計画とかそういうので定まっている内容とか、そういうことですか、あるいはその各企業ごとに定められている、危機管理マニュアルとか、そういう意味ですか。そういうことですね。分かりました。今回の高線量被曝の内部被曝がほとんど で多くの場合、まあ、全ては言いませんけど、やはりこうマスクが適切につけられてなかったということに起因するという、まあ、大きな反省があるわけですので、まあ、その反省に基づいてその教育具体的に改善してなければ何をやったかということになるのだと思うんですね。で、まあ、実際にこうマスクはめましょうはめましたっていう教育だけでは不十分であったということも明らかで、どこまで締めないとその漏れがあるのかというところまで、この特定の人をやる場合はですね、それからこれからその作業をやる人をやる場合にはそこまで踏み込まないと、一番問題だったことが改善したということにならないんじゃないかと私は思うんですけど。はい、原子力規制庁でございます。今厚労省さんはこうやってこう従事者の方やってますけど、私ども事業者を指導する立場としてですね、福島事故を踏まえて今ご意見出ましたような、まあ、そういう、こう内部被曝をしないように全面マスクをどういうふうにしっかり装着するとか、そういう類のものはですね、私どもその事業者に対するその事故対応の観点からですね、訓練などをですね義務付けておりますし、それに対して私ども評価もすることをしております。でそうした一環の中でそういったこう何ていうんですか、全面マスクの着用を含めたその身を守るようなことをして事故対応に当たるというようなことはさせていただいているということで、ちょっと補足させていただきました。はい、例えば、まあ、フィットテストみたいな、そうですね、ちゃんとそもそもちゃんとできているかどうかということをかなり突っ込んで教育しなきゃいけない、そういうことですね。そうですね、特定のこうもう緊急作業につけるということを前提の人に対して。
それともう一点よろしいですか。今事前にということなので、どんな状況でどんな事態が起こるかは分からない状況で、やるわけですけど、実際に起こってみると起こってくる健康の問題って、今回の場合は熱中症が非常に大きな危険源だったわけで、その状況になってみないと分からない問題というのが当然あって、事前に教育をやってることと、じゃあ事前に教育やってるからそれ以上教育をやらなくても受けた人だからいいよという話にはきっとならないと思うので、その状況に応じた教育っていうのを何らかの形でやっぱり担保しておく必要はあるのかなというふうには思います。それをこうルールでやるのか指導でやるのかは分かりませんけど、状況に応じた教育と一言書くのは簡単ですが、それを義務付けられた事業者は困惑すると思いますので、何らかもうちょっと指針的なものはいるかなと思います。そうですね。その状況に本当に今回は春先から夏にかけてだったんだけど、あれは冬だったら別に熱中症の話はいらなかったろうしですね。他にいかがでしょうか。いずれにしても現実の被爆に応じた具体的なものをやっぱり少し踏み込んで今回の反省に基づいてやっていただきたいということなんだろうと思うんですけど、はい、お願いします。ここで、訓練の定期的、この定期的に実施するのか一度のみという、こういうちょっと質問というか疑問が出ているんですが、緊急時っていうのは別に通常ないので緊急時なわけで、やはりこれを一度のみでいいということはなかなかできないんじゃないでしょうかね。定期的にとは言わないけども、やはり繰り返しみたいなところがないと緊急時の対応っていうのは役に立たないような気がしますけど、ちょっとさすがに一度でいいということは言えないだろうと思いますよね。それは知識ベースの話とその訓練的なものと多分両方あるとしたときに、全ての知識に関することをずっと定期的にやっていくかどうかって多少は、そうですよ。でも一応ここは訓練って書いてありますから、訓練は一度でいいということにはならないですね。他にいかがでしょうか。あと教育対象者の選定プロセスですけども、その求められる役割と資質も含めてですね、例えば杉浦先生にご説明いただいたあれですと、なんかエキスパートチームを事前に作るみたいなのはありますけども、そういうエキスパート的なものなのかそうじゃないのかとか、そういうところもご意見があればと思いますが。いかがでしょうか。どのように限定的にこう捉えて準備しておくかというと、ね、そうです。エキスパートチームとそうじゃない人に分けて教育内容を分けるという考え方もあるかもしれませんし、それはいろいろあると思いますけども、事故の内容によって作業内容が違うんじゃないでしょうか。それはちょっと難しいかもしれません、ね、今まさに申し上げようと思ったことは同じことで、先ほど申し上げた通り、やっぱり IAEA なり ICRP が言ってることは、一時期のそのなんか短期間の作業でそういうチームを組んで作業に当たりなさいなので、そういう原子炉の復旧作業に当たるような長期、ある程度の長期の大ニーズが動くようなところっていうのは多分想定されてないので、ちょっとICRP の記述と IAEA の記述でそこの増えてるところの部分の意味合いっていうのも聞いた上で、次回また意見したいと思います。あとちょっと少しですけど、はい、例えば求められる知識とかあるんですよね。その非常に高度な技術者なのかそうじゃないのかとかですね。例えばまさに事故によって作業内容が違うということであれば、事故の内容によって柔軟に対応できるというと、もうエキスパートですよね。もう要するにその現場を知り尽くしているような人に限定されるとかいう議論にもなってきますので、そういう、求められる作業員像というのも、要するにそれは多分教育内容ではなくて、資格というかですね、こういう人じゃないとそもそも緊急作業に
つけないんだと、まあ、高い被曝限度ということを前提にした上ですけれども、そういう議論にももあるのかなとは思うんですけれども、はい、だからその壊滅的な状況を抑えるためにそこに行って役に立つ人って誰かってことですよね。そうですね、はい、あのその事故の状況でそのやっぱり知り尽くしている人であるとか、熟練したあの作業員の方であるとか、やっぱりあの緊急作業を行っていただくべき方もその資質としてあるんでしょうね。その人は、まあ、一定レベル以上の知識はあるわけですよね、今の限定です。だからそれを前提にした人と、まあ、その後こう実際にいろんな作業に今もあの12月まで入ってした人たちとはちょっと異質で、放射線に関する知識がないことを前提にこれから入る方と、もう十分熟知してて、ただ一方でより危険な作業をするっていうのと、まあ、どうも対象が2種類あるように思われます。まあ被爆限度ともちょっと絡む話かもしれないんですけども、本当に非常に高度な知識を持っているグループとそうじゃないグループで、まあ、教育内容も違うし作業内容も違うということになってくると、じゃあ与えられるリスクも違うって、まあ、要するに限度も違うっていう議論につながってくる、まあ、現にそういうふうにカテゴリー分けている国もありますので、まあ、そういった整理もあり得るのかなとは思ってるんですけど。で準備をしていく場合にはその高度なそういう作業の人が中心でしょうが、実際に起こった後に追加的に入る人たちはそうじゃない人たちも当然いるという、そういう段階別にする考え方もあるかもしれません。それではまたあの情報もし追加がありましたらお願いいたします。それで、よろしいですか、ここについては、はい、それからあの7その他というのがありまして、これ、前回のコメントというのはこれどういうふうに取り扱ったらいいですかね。ここはの志願の話がございまして、先ほども志願の話はだいぶ出てきましたので、はいはい、もうなんか包含されたような気はいたしますので、はい、志願の話も含めた形で、どこでしたっけ、まあ、論点の5ですね、ここの中で、あるいはまあ論点6に入るかもしれませんけれども、まあ、それを、どうするのかというところにしたいと思います。でただ1点だけちょっと確認したいんですけども、あの志願といってもですね2種類あるんじゃないかと思ってまして、包括的な志願ですね、あなたは緊急作業に従事しますみたいに非常に抽象的な志願と、 A という仕事 B という仕事に行く前に取る志願とあると思うんですけども、で IAEA とかは前提にしているのは多分後者だと思うんですね。でそういう前提にしてしまうと、あのものすごく運用が難しいっていう議論もございますし、その志願の考え方っていうのもちょっと教えていただきたいなと思うんですが、これはね、あの IAEA もそれからあの ICRP も志願っていうのは当然高占領率 の場所に行って、人命救助とかそれからそういう、まあ、あのつまり被爆する占領が高い可能性のある、そういうリスクのある作業工程の時にはおそらく志願ということになるんじゃないかと思うんですよ。ただ例えば一般的にあの緊急作業に携わる時はそれこそ今おっしゃった包括的なことかもしれませんけど、あの非常に限定的なあのそれこそ非常に高い宣言の近くに人がいるところなんとかあのそこから宣言からあの離したいというのが人命救助 の一つだと思うんですが、そういうあの放射線管理の現場ではですね、あの例えばそこであの大出血をしているから人命救助ってちょっとあんまり想定できないんですが、まあ、とにかくそういう、まあ、自ら高占領率 の場所に行ってそういう危険な作業に携わるという時にはやはり志願になるんじゃないでしょうか。今の話ですとかなり具体的に志願をしていただくということですか、それとも個別かこらですよね、と僕は思いますけど、調べられている範囲でいかがなんですか、志願という、そこについてはちょっとまだ、はい、でよろしいですか、ここに関して。そうですね、はい、あの労働法でいうと結局は労働条件の明示ということに、まあ、なってきますので、まあ、多分あの労働法の世界で取れるのはもう非常に包括的かつ一般的な志願しかもちろん取れませんので、あの日本の雇用の実態としてあのものすごく細かくですね作業内容を事前に決めておくっていう、まあ、雇用形態は取ってませんので、
個別の話になってくると、ちょっともう労働の世界からちょっと離れていくかなという気はちょっとしまして、そこはまたちょっと別のそれこそ原子炉のオペレーションみたいにですね、そういう議論になってくるのかなというのはちょっと思いますけれども。で7の、まあ、じゃあここに関する志願についてはそれでそということで、その他の7で、7のその他で、まあ、多分おそらくそれ以外に検討すべき項目があるかということで、まあ、なければここはなしということになると思うんですが、これについて今の時点でもし何かございましたらお願いします。特にこの段階でなければ、また追加であれば出していただくという形にさせていただくことにしたいと思います。で先ほどから何度もお話ししましたけど、まあ、情報が足りない部分がかなりあったりとか、この場でなかなかこうアイデアが、なくて、まあ、いくつかの選択示すにもまだちょっとこの場では議論できないものがたくさんございましたので、まあ、この次回までの間にですね、ご意見をいただいて、またそれを盛り込んで論点メモをさらにこう精度を上げていただく形になろうかと思います。これいつまでにお願いをしたらいいですかね、追加の意見をいただくのは。次回はですね、2月の20日とだいぶ間が空きますので、はい、まあ、1月中であれば十分かと思いますが、まあ、具体的に言いますと、日付で言うと30日の金曜日で結構です。30日の金曜日で杉浦委員はまたいろいろ聞いていただくというので、ちょっと30日難しければそれを超えてでもということで、委員会の場で発言でも結構ですので、よろしくお願いします。それでは基本的に1から7につきまして、今日はとにかく、今日1回で終わるということではなくて、次回も合わせて、検討したいということ、それから今日万委員がご欠席であったので、少しここの参加者だけでは議論しぬかった部分もありますので、次回にこの、まあ、残りは持ち越すという形になろうかというふうに思います。よろしくお願いします。それではこれで、終了させていただきますが、今ございましたように1月30日金曜日まで、それ以外、まあ、もう少し時間かかる場合は次回までに、意見をいただきまして、事務局の方は本日の議論と追加意見をまとめて骨子案を作っていただいて、次回、まあ、さらに具体的に議論を深めていくというような形にしていきたいというふうに思います。まあ、今もございましたけど、次回の予定についてはもう一度事務局からご確認ご説明をお願いいたします。次回の予定でございますが、第3回検討会は2月20日金曜日午後2時からの開催予定でございます。よろしくお願いいたします。以上で第2回東電福島第一原発作業員の長期健康管理等に関する検討会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。Thank you.